はさねえ。さてどんな風に始末してやろうか。オロチマルは何がしてんだ。なんでサスケを狙うんだってばよ。オロチマル様は不老不死の術を手にしておられる。その身が常に保たれるわけではない。体が朽ち果てる前に強く新しい肉体を魂の器としなければならない。それがサスケだっていうのか。ああそうだ。そんなこと俺がさせるか。お前妙なチャクラを持っているな。サスケを返せ。いやもう時間だ。サスケ、こんな奴らと何やってんだよ。おい、サスケ、どこ行くんだよ。無駄だ。消えろ。誰だ。木の葉の美しき青い野獣、ロックリーダー。ゲジマユ。この人の相手は僕に任せてください。こいつできる。ゲジマユ頼んだってばよ。行きますよ。開始。
やるな。だが精神の力で戦っている僕とは違って、肉体で戦っているものはそれくらいが限界だろう。さあ終わりだ。砂誰だ。木の葉同盟国砂の忍びだ。